今からご紹介させていただきます。中村達也です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
改めて自己紹介させていただきます。中学1年生12歳中村達弘です。おととい放送されたカラオケバトルに出演させていただきました。はい。で、今回皆さんに曲をちょっといろんな方に聴いていただけたらなと思って今やってます。僕はツイッターやってるんで、もしよかったら中村達弘って調べていただいてフォローしてくれると嬉しいです。はい。じゃあそれでは次の曲に行きたいと思います。じゃあそれでは聴いてください。366日。Yo
でしょう。そう言って笑ってよ。別れているのにあなたのことばかり。あなたは私の中の忘れられる人。全て捧げたけど、もう二度と戻れなくても、今はただあなた、あなたのことだけで、あなたのことばかり。もう一回自己紹介したいと思います。中村達弘、12歳、中学1年生です。日々、ABEX っていうところに練習されてます。もしよかったら、Twitter やってるんで、中村達弘と調べてフォローしてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。はい。先ほど、あっちの市役所の方で、食肉フェスだったんですけど、そちらで、スパイクっていうチームで、さっき踊ってきて、そう。そこのまま今来てやってます。そう、結構寒いですね。そう、そろそろ冬が近づいてくるから、そう、こたつつけないとやばいかもしれない。はい、いつもこんな感じです。はい、じゃあまた、次の曲に行きたいと思います。次の曲は、映画であった兄に愛されすぎて困ってますの華やかな空を歌いたいと思います。それでは聴いてください。空の下で巡り合う季節、見上げた虹の向こう、会いに行くから、この声が届くまで歌い続けるよ。いつでもどんな時も君を思ってる。景色がいつもと違うような気がして、街の明かりもなんだかとても優しく見えるよ。明日の僕たちはI'm gonna make you mine.
僕には何もできない、そんな気がして見上げた空に君の微笑む笑顔中学1年生です。はい、歌手をやって日々AVEX っていうところに通ってます。もしよかったら Twitter やってるんで中村達弘って調べていただいたら多分出ると思うんでフォローよろしくお願いします。はい、そしておとといに放送されたカラオケバトルに出演させていただきました。ありがとうございました。はい、でそして次が最後の曲になるんですけど、その最後の曲がそのカラオケバトルで歌った曲を歌いたいと思います。はい、じゃあ最後の曲聴いてください。うちしるべ痛みを
中村哲也でした。ぜひ、せっかくなんで、この中村哲也と調べて、よろしくお願いします。この後、片付けするんで、もしよかったら声をかけてくれると嬉しいです。今日はありがとうございました。